Are you ready?グレンの炎についてお話しします。まずこの曲の初出はギタドラです。ギタドラで出てきた時、あたりはよくこの曲をやっていました。好きな曲です。それでは譜面のお話に入ります。まずこの茨の道でもってところから同時押しの難度が上がります。三角押しが厄介かなと思います。左手で三角押しと右手で一つの四つ押しではありますが、右手で二つ取るのもありですね。次はここ、ギターが前に出てくるところですね。左側に集まっているので、ここだけ見た場合は右利きだとミラーが有効に見えますね。次はここ、おそらくここが最難所ですね。1の白と同時押し、2の黄色と同時押し、3の緑と同時押し、それぞれ交互で順に振ってきます。このレベルを挑戦中の方だとかなりきつい配置かなと思います。1、2、3の1つ押しはすべて4回ずついきますので、それだけ覚えておいて、あとは同時押しのところに集中して手を動かすといいかもしれません。一つ前にお話しした譜面のミラーが有効というところですが、ミラーをかけた場合、この地帯の同時押しを左手で取らなければいけなくなる、さらに厄介な譜面になるので、正規の方がいいかなと思います。最後はここ、7、8、9、8の緑、黄色、白、黄色。うっかりグッドが出る箇所だと思うので、曲が終わりそうでも気を抜かないようにしましょう。以上です。いろんな要素が詰まった譜面で地力上げにいいかなと思います。あと担当キャラが音部屋ですが、後ろの某アニメの主人公に似たキャラをもうちょっと動かしてほしいなと、この曲をやるたびに思ってしまいますね。次回はスムーチの動画をあげます。それではご視聴ありがとうございました。